元吉田あかりです。さあ今日はですね、じゃん、私が育った AMB48 の衣装店に来ています。動画上げる頃には終わっちゃってるんですけれども、心斎橋パルコの方できっと2週間ぐらいかな行われてて、せっかく いろいろ衣装を着させていただいたので、それが展示されてるということで、皆さんもじっくり見れる機会ないと思うので、今日は私がご紹介していけたらなと思います。それでは今日も行きましょう。赤いの実力動画スタートです。めっちゃ鼻声なんですよ。実は私来るの2回目でもうサインしてるんですけど、ここにはねメンバーのサインとか授業生のサインが載ってます。NMB の歴史が載ってるんですけど、私すごいのがこっからここまでいたんです。10年間いました。すごい長い、こんなに長くいたんだなってこれを見て思います。私が卒業してからももうこんだけの、ね、歴史が動いてるから、もう何十年もどんどん続いていってくれて嬉しいなって思いますね。すごい、見て、ここが衣装さんが描いてくれたラフデザインで、こうやって考えられてる、こういうのってあんまりまだ見ることがないから、すごい細かくない？すごい、こんな感じでね。で、入るとこれがもう NMB の衣装といえばみたいな衣装なんですけど、これはアルバムのてっぺん取ったんでっていう一番最初のアルバムの中に入ってる曲で、ハっていう曲があるんですけど、やばくない？これほらがいたり、ブーツにもファー、こんなヒョウ柄のファーついてたり、ちょっとこれ NMB しか着れないよなみたいな衣装になってます。ということで今日はゲストがいます。マリーさん、はい、ありがとう。ということで10年間 NMB の衣装を作り続けてくれた松永真理さんです。ありがとうございます。今日は ありがとうございます。真理さん、はい、私の卒業してからのねテレビの衣装とかもやってくれてるんですけど、今日は真理さんと一緒に回っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おなじみやろ。今日は何のコーナー？ここは全体衣装で、コンサートとかの時に作ってた衣装ですね。覚えてますか？覚えてるよ。これは一番最初のツアーの大阪十番勝負っていう NMB の。それこっち。え、こっち。これ何？これは AKB さんの埼玉スーパーアリーナ。ああ、埼玉か。こっちが十番勝負。そう、私が作らせていただいたっていう。あ、マリさんのめちゃ一番最初のやつ。これそう、全体衣装だね。そうなんや。しかも AKB さんのライブだったから、うん、めちゃめちゃなんか迷惑かけたらどうしようと思って、うん、でももうこれ作って出したら本当に AKB のメンバーさんにも可愛いですねって言われて、めちゃめちゃ助けられたっていうか勇気をもらえた衣装って、なんかそれこそアイドルやからさ、うん、なんかこうフリフリとか制服とか着んのかなと思ってたら、まさかのたこ焼きとかグリコとかトラとか大阪城とかがプリントされてる、もう大阪尽くしって感じの衣装。そうなんだ。そうで、ヒョウ柄にして、さらにはこれレインボー柄なんだけど、うん、本当だったらここ中のね、全部こうプリントすることが多いんだけど、うん、1枚1枚重ねてレインボーにしてるっていうところまで、そうなんや。ネクタイも踊ってたらこうなってさ、顔をさ、ネクタイにこう縛かれるわけよ、はい、だからそれ言ったらここにボタンつけてくれたりとか、いろいろとね、こっちも改良しながらなんで、一番最初の時ね、そうそう、相談しながら作り上げた衣装っていう、これか、じゃあ10番勝負。これもすごくて、実はここメンバーの写真がプリントされてるんですよ。みんな自分の顔探してる。え、探したどこにいるよ、私。プリントのパターンによって、そう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 、いろいろあるからさ、人によるんだよね。はいはいはい、ここにもプリントされる、はい、なんかもうライブの時に着る衣装ってバタバタ着るからさ、こんな実はじっくり見えてないことも多くて、ね、これめっちゃ足長く見えるよな、うん、そう、着せはもう全体的に小柄だったから、うん、もうとにかくスカートは短く作ってっていう、うん、あ、そうなんや。確かに初期の衣装ってめっちゃスカートが短かったイメージ、うん、それでもみんなまだ短くして短くして、そう、短くして、あの着せはガが強かったので、あの短くするマウントみたいなのがあって、誰が一番足長く見せるかみたいなありましたね、同期の競い合いが。でこれが3周年の初めてのジョーホールのコンサートの衣装、カモネ X のダンスバージョンの、そう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 、それに合わせた雰囲気の衣装で、これもヒョウ柄やで、そう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 、スカートになってて別になってんだよね。そうで、ここもヒョウ柄、これはなんかカラフルなんだよね。そう、その時2ポーズね作ってて、そうそう、ライブは1個しか作られへんみたいな感じだったけど、2個作れたのが、ね、ちょっとあの盛り上がってた時期、バブル期やんな、これ。そうだね、この
これはね、ネームチェックって言って名前がプリントされてて、ピンクと紫と青と緑4色あって、これでもなんかメンバーはプリキュア衣装って言ってた。プリキュア、うん、短いから、え、なんかプリキュアみたいだからいっぱいいてプリキュア衣装って言ってたよ。でもこの辺とかも、これ5周年じゃない？そうだね。なんかこれさやねが着てるイメージない？それさやかじゃん。ね、これはなんていうの、白黒ストライプって呼んでたの。私は個人的にこれが好きやった。そう、この衣装を考えるときも、みーちゃんからちょっとお姉さんっぽい感じでみたいなリクエストがあってこう嬉しかったよ、大阪っぽいのも嬉しかったけど、アイドルっぽい衣装も着たかったから、こういうの着たいっていうので。でもなんかチーム衣装はチームによってカラーがあるから、うん、N が黄色で、M がピンクで、で B2 が青みたいな感じあって、私大体ずっと N で途中 M の時もあったんけど、いつもピンク着たいのに黄色やったな私これ好き、ペンライト衣装。これはメンバーの山尾里奈ちゃんって子がデザインをしてくれて、これはでもなんかレナピョンっていう1期生の子の卒業コンサート用に作り替えたやつです。でこの辺ちょっとなんかさ、乃木坂さんに憧れてた気でなんか私らも愛をしてるから着たいなみたいな時期メンバーの要望聞いてくれてたから、森さんが可愛らしいのもあったりします。私この衣装めっちゃ好きよ。これなんかあれやんな、さやね卒業して黒髪を NMB でさやねがずっとセンターしてくれてて、卒業してちょっと生まれ変わるみたいな時期に歌番組で生まれ変わるってか、さやかちゃんのね、V 振りから頑張らなきゃいけないなみたいな時に、絶滅黒髪少女歌わせてもらった時に作ってもらったりして。そうなんです。渚が来てくれましたよ。だってほんまに一緒に歩んできました、うん、そうやで、一緒に出てくれるの急にこんな、いいんですか、こんな渋谷渚さんが吉田ちゃんです。YouTube ありがとうございます。出てください。これおらんねんここからいないですか。そう、ここまで。そう、この衣装が10周年の時に作ってもらった衣装で、そうだよ、だからこれがミルちゃん、これ裏話があって赤と白じゃないですか。で最後の1期生が赤りんと白もみるちゃんで、だから赤白の衣装をまりさんが作ってくれたんですよ。どっちがいいみたいな、私が最後のコンサートやったからあかりちゃんどっちがいいみたいな言われて、私は白がいいってまさかの言って赤選ばんと、で白を選んでこれやって、私の衣装、はい、で白やってんけど、みるも白がよかって、でもあかりが最後やったからって言ってみるは我慢してくれた、赤着てくれたんですよ。で、ほんならミル、私が卒業した後に自分の衣装かのように私の衣装を着て、自分のコンサートでこんな可愛くリメイクしてあかりんさんの後方もない、そう、こんなんついてなかったんで、私この衣装大好きやったのに作り変えられててでも可愛い、でもあかりんさんを背負ってっていうっていうことやな。でもそっか、こっから見ない、そう、ここ見ないんだよ。これ可愛い、着たかった。これめっちゃ好き、めっちゃ可愛い。何その卒業コンサート着てたよね。え、そう、この色がみんなメンバーそれぞれ違って、卒業コンサートのオープニングがこれをイメージしたやつで、この下に全メンバーの色をマリさんが入れてくれたんです。愛やな、愛、可愛い、この衣装。これはバージニティの4色と、そう黒髪の雰囲気を、まあ、そう、ね、私がバージニティが NB48 の初めて買った CD で、あ、そうやんな、めっちゃ好きになった。いないんやもん、なんだバージニティは。そう、いないけど、それをきっかけに好きになったっていうのも、思いも込めたりとかしてる。そう、すごいタイミングで登場してくれてありがとう。ほんまや、このために待ち構えてたよね、ずっとね。プライオリティ木下桃香ちゃんのソロなんですけど、プラスアネバージョン、てっぺん撮ってるよな、これは。何イメージやったの、こっち。これはもう桃ちゃんの、うん、自分で言ってきました。あ、桃香の、しかもスペシャルな白とシルバーで全部、うん、めっちゃ似合ってたよな。ゴリゴリにじゃあ持っていいんだねって言って、うん、鼻にもうすんごいワンサカつけたら、うん、顔が埋もれて、うん、顔ちっちゃいから、そう、顔がこうそうなんだな。そうそうそう、だから跳ね切ったって。いやでもこれ聞こえさへんよな。いや無理無理です。桃香だから似合う。そうね。サイネーバージョンもあって、すごい。ね、卒業コンサートではサイネーと二人でこれやってたりとか。ここからはシングル衣装ですよ。ああ、懐かしい。ちっちゃくないですか。ちっちゃいよ、ね、これ。間近で見たらこんなちっちゃい。並んでるよ。もう切られへんってこんなん多分。いや、だって若かったですもんね。そうそう、だって私これ着てたん14歳だよ。絶滅黒髪少女っていうデビューシングルですね。これででもテレビで出たイメージじゃん、うん、めっちゃシンプル。でもシンプルやからこそ良かったですよね。良かった。みんなの純粋無垢な感じが、うん、ストレートでね、黒髪ストレート、うん、そう、髪の毛も全員ストレートじゃないか。そう、絶滅黒髪少女は黒髪じゃないと歌えないそうルールが、だからもう今無理ですね。今ちょっと無理ですね、うん、これ、
オーマイガー、これもヒョウ柄になってて、うん、これはなんかチアリーダー、セーラーみたいなイメージ。ちょっとこれは色合わせちゃったね。色出てたんですか。なんかここもうちょっと白かったよな。まあいろんな色があったから、うん、多分その記憶かもしれないけど、うん、まあだって11年だよ。そうだよ、2011年だよ。こんなにも11年間もこの衣装を16着とかを保管できてる、ね、どこに置いてた。そんなスペースないですよ、ね、だから多分メンバーのちっちゃいお部屋がねどんどんなくなって、そうそう衣装を貸してもらっちゃって、それをこれだけ綺麗に保管してくださって、すごいですね。おっそ、ちっちゃこれもお人形さんが綺麗。ジョーちゃんがセンター、職者たち、職者ね。でこれが純情アンダーナインティーン、キラキラ。これ見た時衝撃でした。そう、これはなんかでもよくテレビで見たんじゃないでしょうか、うんうんうん、ナギーチですね。これも短い。そう、これ舞台の時にこう、うん、ナギーチ歌う時にこれを着るってなって、やっぱもうみんな大きくなってるからもう結構きついなっていうので、うん、もう足もすごい見えるし、そう、しかもこれスニーカーやねんな。可愛いけどね、やっぱ可愛い、うん、これ可愛いよ。大好き、これがめっちゃ好きになったんです。あ、そうなんや。私ピンクやったわ、これ。そう。初めてね、色展開が。そう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 。そっか、それまでさ、みんな同じ。しかもさ、せっかくさ、作った日の、一番最初に着れる日の撮影が大雨で。え、そう、MV。大雨やね。で、なんか結構芝生みたいな。だから靴も泥まみれになるし。そうそうそう。で、これさやねえがさ、こう上、こう、メンバーの背中を箸にしてこう、渡っていくんですけど。せっかく新しい車で泥んこになっちゃってた。それがさやかちゃんがあの登るポポポって行く前まで、うん、おんぶされてた。そうやんな、あ、そう、社長は一緒に。この衣装も曲とめっちゃ合ってたし、うん、であの雨の中踊ってんのがめっちゃかっこよくて、それでめっちゃ好きになってね。そうなんや、まーちゃんさんの前髪がバーってなってた。そうが、そこがめっちゃ好きで何回も見てた。そうなんや、インパクトが。これ NMB って入ってるやつだな。それはわかんないかも。本来はこのサバちゃダメですよね。本来はサバちゃダメ。そう、NMB って書いてたりすんねんけど。そう、この辺はカップリングで。これすごいね、マリさんな。これ北川賢治の衣装なんですけど、これ私の衣装なんですよ、たまたま飾ってるのが、うん、これさ、あの歌番組とかエレベーター、エレベーターパンパンになるやんか。なんかスカートめくってみんなこうやって並んでて、で、これ見て、ここ中がさ、一人一人違うのね。はいはいはい。ねんけど、私のやつ、この時まだ YouTube とかも何もやってなかったのにコスメ入ってんねん。あ、リップ。伏線回収じゃない。ほんまや。え、でもこれもめっちゃ、NMB らしくないですか、うん、他のグループじゃなかなか。なあ、サーカスやん。いや、ほんとに。これ着こなせるのはほんとに NMB。絶対全員マニキュアも塗らへんだ、ね。そのトータル、目、顔とか、髪の毛とか衣装も全部合わせたのってこれ。うん、そう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 、初めてぐらいですよね。初めてやった雰囲気にね、たこ焼きのね、そう飾りがあったりとか、後でね、髪飾りのコーナーもあるので行きましょう。あ、これは紅白に出れなかったできた12月31日っていう曲があるんですけど、涙になってるね、これ。ほんまや、悔しい思いを混ぜて。これ知ってますか。あ、そう、大阪魂だって。もうね、なんかもう気持ちが込み上げちゃって、うん、なんかしたいみたいな。でもさ、これをさ、2日とかで作ってるわけや。そう、だからメンバーをちょっと待たせながら作らせてもらったから、うん、メンバーにもちょっとね、協力してもらってって、ね、いやすごいよこれ。大好き私、ナメクジハート。これ衝撃、見た時可愛すぎて。なー、ダンスもこんなんじゃないですか、うん、だからこれがそう、ね、エルキーがヒールのセンチまでこだわって。めっちゃ高いですよね。めっちゃ高い。これは僕らのユリイカっていう衣装なんですけど、色のこのグラデーション、うん、ほんまに海の色ですよね。そうそうそう、深い。そうよ、趣味もある通り深いね。深い。あ、そういうこと、はい、あとこれお魚がついてるんだけど、フリでこういうフリがあって、そこのさ、手首のフリフリにちょうどお魚が来るようになってて、泳いでるように見えるように作られててんで。地味だけど、地味だけどすごくない。そういうとこでね。これ何がついてたの。いや、ソーラーパネル、いろんななんかパネルとか、モネギックス。え、この曲来た時どう思ったんですか、うん、こういうイメージ。未来やばいって感じだった。レコーディングする前もやばくない今回。カモネギって何みたいな新しい言葉ですもんね。そう、意味が分からへんまま撮ったけど、終わった頃にはもう自分たちの頭を離れへんくって、カモネギがどんどん好きになって、めちゃくちゃ中毒性のある曲やった。名曲ですもんね。名曲よ。これでね、紅白も出させてもらいました。本当に本当に。ガレのリンゴ、これすごいです。これ光るんですよ、電飾が、うん、かわいいよな、この衣装。自然のつやったか、嬉しかった。メンバーの中に自分の衣装をもらえるって夢じゃないですか。そっか、だいたい先輩の衣装を着させても、うん、吉田とか書いてる衣装とか、渋谷っていう衣装着るのがめっちゃ嬉しかった。そうやな、渚とか4期生やからオリジナルとか、一番最初の公演も、はい、あの中に入っての公演とか自分の衣装がなかった。そうなんです。そっかそっか。リンゴってことで赤じゃないの、うん、
田中凪ちゃんの卒業の MV の、はい、はい、覚えてる？マリさん覚えてますよ。覚えてないんだけど、凪さんよ。はい、説明して。はい、説明して。マリさんも私からも言えない。はい、涙涙。涙涙詰まっちゃって。いや、MV のドレスを何色にしようかと、最後ね。凪さんの。そう、あ、凪さん最後ね、思い出した、今思い出した、あのドレスをそう、私が真っ赤なドレスを着させてもらったんですけど、それは高根のリンゴの、リリンゴを勝ち取ったみたいな意味を込めて、細かいとこまですごいな、そうそう、色を悩んでたんですよ、意外やなと思った、赤は、そう、まあ、凪沙最高の衣装は真っ白やけど、私も赤と他で巻いてたんですよね、じゃあマリさんが、高根のリンゴを勝ち取ったっていう意味で赤にしようって言って、真っ赤なドレスめっちゃ似合ってた、いい似合ってた、似合ってた、いいブランド、あ、いいブランド、もう人生で来たかわいい、かわいいよなー、じゃあフーミルガセンターで、これピンク取り合ってなかった、そうそうそう、取り合ってた、ピンクとブルーでどっちが合ってる、そうですよね、ピンクやっぱ争奪戦やからな、ミルがピンクを勝ち取りましたこれね、ナナさんの卒業、意外やったよな、ナナちゃんの卒業曲、うん、かっこよかった、ドリアン、これ可愛いですよ、ドリアン少年っていう曲なんですけど、これドリアンになってる、トゲトゲが、え、これもリアルドリアンをプリントしたんですよね、そうです、そうです、これはすごい数作ってるからね、5000何個、えぇ、だってそう、全員分にトゲがついてるから、スポンジになってる、痛くない、痛くないように、危なくないです、ネックレスもドリアン、ドリアン、曲のさ、題名がさ、ドリアン少年って言われてさ衣装どうしたらいいねってなっちゃう、そう、だからもうドリアンになっちゃえみたいな、思い切りとインパクトと可愛さが兼ね備わってるのがすごい、うん、これはどういうコンセプトだったの、これはもうあの MV のイメージからダンス、うん、すごいこう、そうなんか飛んだりとか、かわいそう、そう、これは大胆に広がるような情力を使ってファーっと、でもそう、なんかダンスと一緒にこれがこうなびいてかっこよさとやったらヒュンってなって、そうそう、綺麗さが合わさって、でもなんかすごく切ない曲だからプリントなんだけど、お花のバラをプリントして、なんか NMB ってこうバースト周りが綺麗な子が多いから、こういう風に透けてたりとか開いてたりが多いよね、うん、これ可愛いよな、これね、ミルキーさん、ミルキーの卒業、こういう衣装はやっぱここまでって感じがするよね、ミルキーがいなくなったから、これ全部ミルキーさんの思いが、そう、全部ですよね、細かいところまで、ここにもリボンついてた、抜群に似合ってましたね、似合ってた、これはそう、周りみんなはブルーでもうちょっとシンプルな感じで、ミルキーだけピンクっていう感じだった、鼻にはこう鼻がんぶりつけてね、あ、これは六本物、かっこいいね、シュッとして ね、ここまでこう肌見せなかったの初めてじゃない、しかもパンツっていうのが、うん、そう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 、で全員ね一緒で、そうですよね、形一緒ですよね、軍隊みたいな、続いてがさやかちゃんの卒業シングル、これ意外じゃなかった、え、思いました、意外だった、でもマリさんのこだわりが何、9割かっこいいけど、さやかちゃんのどっか乙女チックのところというか、うん、実は、ね、繊細なところを表現して、ね、11年ずっとさやかさん見てきて、その乙女の部分を引き出したかったですね、最後、へえー、そうなんや、でもめっちゃ可愛くなかった、可愛かった、このさやねーのビジュムチーム、うん、可愛い、ここにちょっとさやねーのロックが入ってるよな、この衣装見るたびに泣けてくるって、嘘、本当、ちょっと何ですか、私たちでやめましょう、涙の理由大変やってんね、これもうほんまに大変やってん、マリさんどう大変やったんですか、マリさんだけ言うか、本当にその後とかあかりちゃんにも励ましてもらったし、全然気づいてなかった、卒業するってすごいことだったじゃない、私たち、そうやな、やっぱりサヤネーの卒業シングルはもう全員出させてあげたいっていうので、はいはいはい、全員で撮ったやんか、ありました、いつもだったら16体作ればいいところを全員分作らなかった、まあ大変、でも間に合えへんし、MV ももうみんな大変やって、マリさんが初めてメンバーの前で泣いちゃって、最後やのにごめんねみたいな、バタバタしちゃったの。そう、あかりちゃんとかみるちゃんとかもみんなほんと励ましてくれて、ほんとに救われたって。その時期めっちゃぼーっとしてました。私めっちゃ楽しんでたよ。楽しかったっけ？楽しかった。全然その時はあの自覚もなかったな。で、今回ミルの、はい、センター曲に変わって、ね、ミルさん時代黒髪をちょっとか意識してるじゃない、うん、星座から始まるし、そうだよ、星座から、これがかっこよくないですか、うん、そう、だからどうしても和のテイストは残しつつ、ちょ世界に向けてアジアのテイスト入れてみたいな、これ世界に向いてたんだ、そうそう、だってあの時すごいアジアツアーとかあったんですか、そうです、色々やっていこうみたいな、で、これはココナとアイアンの、ね、次世代曲、ちょっと可愛いらしい子だったよね、そうですよね、うん、センターの子がこうイメージとか、うん、輝くっていう、そういうのを意識してるんですか、衣装っていうのは、もちろんセンターによって違いますよね、そうやな、私だってずっとピンクの衣装が着たかったのに、次世代の子がセンターになったから紫になった、あ、こっ
から来ましたよ。大好きこれ。え、これはあかりんさんがイメージしてた？これはあれやん、何も覚えてないのよ。覚えてますよ、さっき幸子でしょ。幸子の衣装。そう、私が卒業コンサートで一番最後に本当に大阪城の一番てっぺんまでこうリフターが上がってってっていうので、その分ドレスがあれって笑ってよかった、あれ笑ってよかった、あれでもなんか悲しいし笑っていいんだろうかっていう。そう、卒業の時にね、そう、660m、そう、660m 分の布、全方位すごいですよね。そう、その時の布を使って最後衣装もね、そうプロデュースしながら作ったみたいな。え、この形ってこのなんかちょっとジャケットっぽい、うん、そう、なんかちょうどトレンチが流行ってたからトレンチっぽい形にしたいって言って、うん、布がとにかくいっぱいあるから布がいっぱい使えるものにしたいっていうので、こんなまさかリメイクしてくださいって言われるとは思わなかった。マリさんとさ、この布どうすんやんのもったいないなみたいな話をしててなんか衣装とかできたらいいのになとか言ってたら、うん、たまたま歌番組でカウントダウン TV であの SDGs の人と何かやりたいんですけど、はいはいはい、いい案ないですかって聞かれて、衣装の布が余ってますってなって作らせてもらった。めっちゃ覚えてるなぁ。この可愛いピンク、そう、この可愛いピンク、めっちゃこだわりました。そう、私のドレスの色がな、ね、マリさんとたくさんめっちゃいっぱい布あるのから同じ、そうね、ドレスもね、私のドレスの時もブルーやったんですけど、うん、もう遠くから見たらもう変化で、そう、ゼロみたいな何も近くでアンミカさんしかわからないよ。光に当てたらまた違うとかね、うん、でも一択やったよな、うん、そう、絶対これこれだよねって言って、うん、すごい、やっぱこう対照的な見る、そう、全然違いますね、うん、見るさん、すごいこれ見るの、あの顔のはっきりした可愛い顔があるから着こなせる、うん、このミサイル形好きですよね。このロボットのあとここ空いてるやつな、そうですよね、負けてないのがすごい。いや、見るしか着ない、うん、これは負けちゃうよ、うん、こっち行ったらなぎさんのもあるよ。これは芸人さんと一緒に歌うっていうので、うん、なんかみんなでチェッカーズみたいな感じでお揃いにしたいっていうので、うん、なんかのっこさんをイメージして、うん、なんか女の子の恋みたいな、なんか赤チェックにしてもらって、かわいい。マリさんがここになぎさって書いてたり、ね、ニコニコ笑顔のニコニコっていうのをつけてくださってたりとか、そう、誕生日になってる、そうなんですとか、新数何年みたいな、これを芸人さんの分も全員、すごい、そう、なぎちゃんがもうね、自分の曲っていうより全員でやりたいからって、いさのほんま頑張りやんな、うん、あれが実現できるのが、うん、あの豪華な芸人さんと、かわいい、この衣装めっちゃかわいい、めっちゃ似合ってた。これもうこだわり ね、これもちょっと昭和な感じが好きやから、うん、でもなんか白で可愛くしたかったんですけど、うん、なんかこうちょっとスタイリッシュにかっこよくもしたかったから、うんうん、斜めのカットにして、うん、手に黒を入れてもらってみたいな、ちょこっとだけ黒を入れるから、うん、なぎちゃんのこだわりで、なんか今までやってない感じよね、うん、なんかなぎさんってさ、私がいる頃はさ、分からへん、何でもいいみたいな感じやったのに、うん、ちゃんとこだわってるのが、そうなの、ね、あなたに関してはもう全部自分で、はい、あ、そうなんや、クインテッドの時にあかりんさんとやるしまってて、うん、みんななんかほんまに、うん、なんか自分の好きな感じでっていうのでテイストめっちゃあったじゃないですか、うんうん、あかりんさんはあかりんさんらしく、うん、自分のことがよく分かんなくて、うん、マリさんが思う私の可愛い感じでっていうのを全部化してたけど、うん、だんだんそのクインテッドを経てから自分らしさとかを見つけてきて、うんうんうん、で、本当にそっから自分のイメージとかやりたいっていうのがめっちゃ固まったから、だってもう宇宙人の時は本当に私のもうイメージだけで、そうやな、またちょっと違うよね、うん、ここだってその1、2年の話よ、うん、こんなに投げちゃんって自分でこのお洋服にこだわるが出てきたんだ、なんかインするか新品かぐらいしかあ、アミカだよな、アミカちゃんがポニーテールにするっていうキーワードをくれたから、うん、あ、じゃあポニーテールに似合う、ここにいつだから装飾があるんだ、これ私めっちゃ着たかった、これかわいい、これめっちゃかわいい、ナンバトルっていうこう人気投票される企画があって、それでチキが1位になって、うん、金っていうのがやっぱ1位を勝ち取った金だよね、はいはい、めっちゃ似合ってた、チヒも顔がはっきりしてるからさ、これを着こなせるよ、でもミルちゃんとの違いでちょっとシャンパンゴールドより、うん、あっちが女王様、はい、こっちは女神様っていう、わ、すごい、確かに確かに、これはもう100マリさん無知人で曲着て衣装作ってもらったって、うん、と思ってこの衣装がとなってキモさんが書き下ろしてくださった曲もなんか自分にちょっとちなんだ曲みたいなの初めてやったから、うんうん、衣装も私のイメージで作ってもらったのも初めてやったから、うん、めっちゃ嬉しかった、あげちゃんのね、壁の色がもう印象的で、そう、私の家の部屋の壁の色、確かにこんな色やな、ピンクと
かみたいなのも、あ、そっから来たんや。そう、私もそれびっくりして、うん、これもここのとレイちゃん、かわいいな、これこの後ろがかっこいいですよね、これのキリした色で、あ、これ、いや、すごい、これあれやん、もうメンバー全員いるやん。これは妄想ガールフレンドっていう、はい、ミンミンナハさんの CM をやらせていただいてた曲なんですけど、全員キャラがあって、例えば3人やったらロックニャンとか見てた、見てた、一人ずつロックニャンだニャンみたいな、あ、そう、見てましたよね。そう、あれ見てたの。私はあの奥のフラットニャンっていう、多分一番布少ない、多分あのピンクのフリフリのやつ。ミルはポップニャン、ポップ、ミル、これポップニャンやっけ、ポップニャンって名前で、そう、ここに猫ちゃんがついてんねんけど、本当はマリさんここにしようって言ったのに、そうそう、ミルが真ん中がいいって言って、真ん中に猫ついて、ミルがいっぱい触るからちょっと黒すんねでミルキーがセンターで、ミルキー、これ何やったっけ名前、ワルニャン、ワルニャン、そうそう、ミルキーだけが最初決まってて、うん、あとは全部こっちで考えさせてもらったっていう。あ、そうなんや。私これをきっかけに猫ちゃんを、うん、あ、そうなん？めちゃくちゃやん。いや、めちゃくちゃ思い出した。マリさんの人生も NMB やな。本当に白猫16体最初作ってくださって、全部白猫ですかってなって、うん、白猫なんてそう簡単に私見たこと今までないけどと思って、ふらっと心斎橋のペットショップ行ったら、え、白猫ちゃんだけ。本当に3匹ぐらいしかいない、うん、いい白猫ちゃんがいて、うん、運命すぎて、うん、その白猫ちゃんをね、あ、そこで飼った？そう、それもじゃあイメージ、そちゃんこんなとこ可愛いなとかそういうのをやって、頑張れて、だからこの可愛さ。それで今5匹ぐらいいるやんな。あ、そうそう、それも猫に、それまで本当にワンちゃんの方がどっちかっていうと好きだったけど、うん、そっから初めて猫ちゃんで、そう、今では5匹5匹もいいね、猫ちゃん5匹に。これが私の卒業コンサートの時に作ってもらった衣装、今までの卒業コンサートで一番衣装作ってもらいましたよ ね、 はい、すごいやん。そうだと思います。なぎさっぽくない、これが、そう、かわいい、めっちゃワルキーを歌うって時に、うん、マリさんがなぎ、うん、ちゃんのワルキーを作りたいっていうので、あ、ワルキーやからなんや、ワルキーがいつも一人ずつ作ってくれんねん。そうそうそう、ふわふわのこの形とかも、色のグラデーションとか色味とかは全部お願いして、うん、そっからのこういう装飾はマリさんが作ってくださって、で、なんか最初はフィッティングの時これがなかったんですよ、このリボンと、このリボンがなんかこれ、これだけで、このやつだけで、あ、着れるなと思って、うん、で、最終形の時にこれがついてて、で、私がちょっとこれマリさん着れないかもって自分で鏡見た時に、可愛すぎてちょっときついかもしれないって見てる人があって、うん、でこれを撮るか撮らないかみたいな感じになったんですけど、うん、マリさんが最終、いや、でもステージに立ったら絶対に可愛いし、うん、もうこのネギちゃんを見れることもないし、そうやんな、うん、もう絶対つけてて、うん、損はないって、もうつけてほしいってマリさんが言ってくれて、うん、あ、じゃあもうマリさんがそれ十何年メンバーのこと見てきて、うん、思って言ってくださるんだなと思ってやったら、やっぱ大正解やって、うん、つけててよかったですよ。いや、絶対つけてよかったと思う。これ引き算しようとするから、すぐ抜け感だそうなんですよ。初めて見れた渚って感じじゃない、ここまでピンクのアイドルっていうのは、うん、どっちかっていうとしっとりした感じ、うん、かわいい。これは松田聖子さん、あ、もう真っ黄色の聖子さんのワンピースに憧れて、うん、この腕の、ね、うん、そうそうそう、リボン、あ、キャミソールって、うん、リボンの長さも伝わって、細さもね、うん、で、本当はミニスカートなんだけど、聖子ちゃんは、うん、でもまあちょっとだけ、ね、渚っぽく、ね、これもかわいいよ。今度赤白のこの衣装が好き で、 でそれをマリさんが新しく作ってくださって、なんか赤のベレー帽めっちゃ被りたいなと思ってて、うんうん、ちょっとスタイリッシュな衣装やから、うん、それに、うん、そう、でもちょっと可愛らしさをね、見せてもらって、うん、かわいい。本当にいろんななぎちゃんが卒業でも見れたかなって、うん、ここはいろんなメンバーのワルキーが、ね、私でも飾ってほしかった、うん、ね、だけど本当に今回、うん、もう数が限られてて、ね、そうか、そう、だから本当に、あ、次もやりたいぐらい、そうやな、うん、もっともっといっぱい見せたかった衣装があったから、ね、動画見てみたいってコメントしてくださった、うん、お忙しい、ドローンさせていただきありがとうございます。でも嬉しかった、まさかね、うん、嬉しかった、一緒の周り、はい、頑張ってね、続きは動画でここはここはもう年季の入った公演衣装が、ここになって天使はいるっていう、チーム N の初めてのオリジナル公演ですね、の衣装で、意外やったよね、この可愛い感じは、うん、で、このスカートをベリーンって取ったらこっちの衣装に変わって、これは名前が入ってて、もうメンバーが出るたびにその名前を作り変えてくれて、公演だから同じメンバーがずっと出れるわけじゃないから、例えばさやねが仕事入ったら違う子が出るってなったら、そのさやねの名前のまんまじゃなくて、その子の名前で作ってくれてっていう感じだったり、これを
脱いだと思ったら次またこれを着て、これなんか天使の羽がついてる、ここにだって天使はいるっていう曲なんですけど、これに変わってみたいな感じで4曲中3回衣装が変わる衣装になってます。でこれはジッパーの衣装ですね。あーなんかこれもね息入ってきたな、うん、そう私のユニット曲なんですけど、これミルキーの衣装なんですけど、こうやってチラって見せると最後に脱ぐんですけど、この曲はこんな感じになってたり、じゃあ開けるとこんな感じになってたり、そう最初この3人でユニットって思ったけど、うん、ほんまに大正解だった。ミルキーが卒業してからは自分がセンターかのように使わせていただいて、ソロで PV も撮ったりとかね、しました。あとここは制服衣装かな、テレビ出る時に着てた衣装なんです。これ一番最初の制服衣装で可愛いよなこれ、ピンクのヒョウ柄っていうのが、私やっぱ当時からピンクが好きやったからピンク着れるのめっちゃ嬉しかった。これ可愛い、これなんか私めっちゃ言った気がする。そう、N のね、うん、なんか脱いでも可愛くしたいみたいな感じ、うん、これ脱いだらなんかワンピースみたいな感じね。そう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 、これは皆さん覚えてくれてるでしょうか。 NMB が最初、一番最初に紅白歌合戦に出させてもらった時にカモネギックスだったんですけど、ほんまに食品サンプルのネギが挟んでたりすごくないこれ、ほんまにカモのな、うん、羽みたいになってたり、肩の方にもレーションがついてたりとか、そう、この人すごいよね。紅白決まってギリギリのタイミングで打ち合わせさせてもらって、うん、直接秋元さんと、うん、あ、そうなんや、うん、大丈夫。 でもなんかこの雰囲気、うん、こういう感じで行きたいですってことを話したら、うん、すごいいい、ね、いいじゃんみたいに言ってくれて、うん、もう好きなように作らせていただいたっていう、本当に私でも思い出深い印象っていうか、こんなとこにもネギいたんや、うん、見てネギのプリントをする人、カモね、カモや、カモがネギ背負ってる、歌詞通り。これめっちゃ派手じゃないですか。でもやっぱステージに立つとめちゃくちゃ映えるんですよね、うん、この蛍光の色がね、ちょっとこの色じゃない色も、そう、黄色とか黄色とか黄色があったりね、かわいい。ただスパンコールが恐ろしくたくさん取れるっていう本当に私も迷惑かけちゃって、うん、これも紅白の衣装か、そかそか紅白の衣装で、はい、NHK にいっぱいスパンコールを落とさせていただきました。これも紅白衣装ですね。365日の紙飛行機を歌わせてもらったんだけど、これをバーって途中で脱ぐとこんな感じで朝日の衣装に変わるっていう、これ全員成功したんねんな。そう、本当にね、ギリギリまで練習してたよね。服がボタンになってんねんけど、これをプチプチプチって取ったらこれがビャーって変わるっていう。あ、レイコがちょうどやってくれてるわ、うん、この衣装がこうやって外して、ほらすごい勢いで回らないそう、ね、いけなかったね。そうで、こちらに来ますと、これがもうこれは NMB の定番といいますか、うん、衣装にだいたいこうやってこの袋がかかってて名前が書いてるんですけど、これがオリジナルの名前で、借りるときはこうやってアンダーのこの名前が貼られるんですね。で、ここにピアスとか髪飾りと靴下とかが入ってるっていう感じ。もうどの衣装にもこれがかかってるんな、うん、これコジリンがぜひ飾ってほしいということでそうなんや、さやかちゃんはこれを見て、あれこれ忘れ物って言ってたけど、ここがすごい髪飾りのコーナーなんですけど、例えばこれドリアンとかだったら本当にドリアンが乗ってたりとか、これが北川賢治の衣装でたこ焼きになってんねんな、これ、うん、で、ラインストーンの緑で糊をまぶしてる、うん、あ、これ糊、うん、すごい。で、これは通天閣が乗ってんの、ね、すごくない。これはリンゴ、高根のリンゴでリンゴがついてたり、妄想ガールフレンドも猫ちゃんでね、うん、これはカモネギのさっきのね、そう、紅白の衣装のパンツです。中に入ってるパンツ、なんとお尻がひょうになってんの、ね、表を下にしてみんな座るっていう手袋もこんな感じになってたり、髪の毛にもネギがついてたり、ピアスにもネギがいるんですね、うん、そう、このカモがさ、重くてさ、あ、そう、みんなそう直前まで取ろうか取らないかみたいなこと言ってたけど、うん、みんな、いや、もうこれ派手だから絶対つけたいですって、うん、頑張ってくれたりして、どんどんやっぱ私たちも派手が好きになってくるっていう、うんうん、ね、ここから、あ、なんかもうここ泣ける、こうやって入るだけで。ここからは卒業ドレスのコーナーです。ここ入ってすぐが私の卒業のドレス、これがそのさっき言ってた、うん、あの大阪城でいっぱい布を使った中です、うん、こういうパカッてはまる、なんかなんていうのあれは、でこのまま乗り物のこういうやつみたいなの中にこうパカッて入って、これで締めて卒業コンサート、なんかここから動けなくて、私の卒コンの DVD とか見てもらったら分かんないけど、お辞儀ができなくて、うん、本当にありがとうございましたって言って、こうやってお辞儀したの、うん、すごい衣装ね、これ中にね、誰か入るか入らないかみたいな話してて、ね、あ、そう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 、危ないから支えて
ってあげようかっていうのでこう中に人がいたまんま上がっていくかっていう話もあってんな。そうけどさすがにスカートの中に人がいるのは女の人でもちょっと嫌だなと思って自分一人で上がってたんですよね。今でも全然着れる。私だって結婚式とか行きたいなと思うもん。大事大事です。さやちゃん可愛いな。これこっちはさやねーだったり、ミルミルはまだキラキラや。こちらのミルちゃんの衣装があったり、ナギちゃんは水色だったり、可愛いな。ミルキーの可愛かった。めっちゃ覚えてるわ。羽がついてる。あとユーリとかだったら卒業が20歳だったんで成人式をちょっとイメージして振り袖だったりとか、ココナはなんかちょっとラプンツェルかも、鼻がついてたり。これもココナのこだわりって言ってたじゃん。で最後私のお気に入り衣装こちら、 NMB を卒業する時のコンサート、卒業コンサートのオープニングで着た衣装です。テーマはラスボス。そう、他の衣装のメンバーが周りで踊ってくれてて、で、赤ちゃん登場みたいな。そう、あの傘さしてメンバーを引き連れてただ歩くだけのために作ってくれた衣装です。本当に歩くでしか使ってないよね、うん、で、バーテンの上にバーって回して捨てるっていう、うん、本当にオープニングの短い時間のために作ってくれた衣装で、私どっちかっていうとラブリーの衣装だったりピンクとかフリフリとかが好きやってんけど、 NMB を卒業するってなったからには最後ちゃんと NMB 感出したいっていうので、オープニングは黒髪を歌ったんですけど、それに合う和の衣装っていうのでこれを作ってくれたんですよね。本当にすごいよこれ。こんな感じで動画出せようってもう女帝やんな。ちょっとこう綺麗めっていうより、ちょっとこう、裸けた感じが良かったとか、ね、私もでもこれはほんとじっくり見れなかった。バタバタしすぎて。そうだよ、ね、うん。こんなにキラキラさせてくれてたんよ。結構重いよね。めっちゃ重かったこれ。めっちゃ重かった。ドレスよりこっちの方が重いよね。そうだね。怖いですよ、本当に。ちょうどファンの人が、ちょっとあの、今日、あの、見に来てくださってるので、ちょっとここ店に思い入れがあるっていうファンの方見つけたので、ちょっと声だけ出演していただきたいと思います。その辺が。いつのオリジナル公演なんで。うん。待ちに待ってたって感じや。あーうん。で、ここに飾ってないですけど、バレリーナ。あー、ドガとバレリーナで衣装投げるんだよ。そう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 。ドガとバレリーナっていう曲で、客席にびっちゃびちゃになっちゃうよ。汗だくの衣装をファンの人に向かって投げて、ファンの人がキャッチしてくれる。あれ、どういう気持ちなんですか？もらったら。いや、シンプルに嬉しいですけど。あ、嬉しい？うん。気持ちない。けど、でも、なんかちょっとこう、後ろめたさみたいな。そう、もう4曲ぐらい汗だくの激しい曲を踊った後に、もう絶対に笑っちゃいけない曲で衣装を投げて、気まずい時間が流れんねんな、客席とはメンバーの。なんか一回握手会で、うん、山さやかちゃんに来たことがあった、うん、そういえばこの間衣装飛んできたって話したら、うんうん、いやもう、あれ嫌やねんけどめっちゃ言ってて、メンバーとしては、そら、臭くないかなとか。ファンとしては多分嬉しい。あ、そうなんや。やっぱ NMB ならではの演出ですよね。そう、そんなことがあったり。ありがとうございます。すごい長い間、ファンでいらっしゃって。十何年。何をきっかけに NMB のファンだったんですか？僕は、初めて公演入った時は、誰かのために公演やったんですよ。すごい、一番最初の公演。で、その時って肩叩きやってたんですよ。やってたー。で、たまたまその時に山本彩花ちゃんやって、で、なんかちょっと軽く喋って、うん、もう奪われたみたいな。奪われた。そっからずっとサイレンのファン。まあ、ほんまは渋谷なぎさちゃん。あら、そうだ、いや来てほしいなっていうのもあったんで、なぎさちゃんには。そうか、なぎさはあんま来てるイメージないもんね。あんまり来てない。でも数回しか来てない。そっか。確かお披露目が大阪ドームかどっかやったような気がするんですよ。そうだ、そう、そうだ、そうだ、これじゃない？こっちだから、京セラの。そう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 。特に初めて、こっちこっちこっち来た。できるんで、みたいなんで。めっちゃ覚えてくれる。楽しみにしてて、やっとオリジナル公演っていうので、やっぱりこれは。嬉しい。やっぱイメージかな。推し活をする上で衣装っていうのは大事ですか？やっぱ大事やと思います。うんうん、衣装もやし、やっぱメイクとか、髪型とかも、やっぱ見つけやすいとか、目立つのっていうのもあるんで、それプラス衣装。多分そういうのも考えて衣装さんって作ってもらってると思うので、うん、めちゃくちゃいいコメントをしてくださいますね。そうですね。ありがとうございます。トータルを見に行ってる。あー嬉しい。それも含めてエンタメやと思う。あー嬉しいですね。嬉しいな。すごい細部にこだわって作ってるっていうのは、うん、やっぱ見てて、うん、すっげー。あーありがとうございます。マリさんまでありがとうございます。
素敵なコメントありがとうございました。嬉しい。なんでココテンの衣装が好きなんですか？特にこの冒頭の3曲の衣装が一番好きで、うん、トップスが全部同じなんですかね、うん、これって。そうです、トップスがずっと一緒でスタートだけ違う、うん、それが衣装さんすごいなと思ってて、うん、一番最初このボリューム1のあるスカートで、うん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 、でこれも可愛いんですけど、うん、ガラッと曲調変わってラディオネームになってスカートがそう短くなってね、短くなってポケットもついたりして、うん、で次のここ点でガラッとジャケットも変わってでスカートも水色と白でふわっとした感じになって、うんうん、この3つトップス同じなのに全然違うような、うん、それが本当に面白いなと思って、ちゃんと細かいところまで見てくれてたんですね。ありがとう。ということでここ点の衣装好きっていう方にインタビューさせていただきました。ちょっと続いてジッパーの衣装が好きっていうファンの子に出会えたのでいいですか？ミルキーと、うん、アカリーと、うん、キッチ、うん、3人とも大好き。あーそうなんや、嬉しい。来てくれてたもんな、覚えてる。え、本当ですか？覚えてる覚えてる。あーありがとう。ビーアイドルのステッカーも入れてくれる。どうした話がすると、3人が踊ってるのがめっちゃ可愛くて、うん、で衣装もじゃリボンとかついた、ね、ジッパーの部分がそこまでなんかハートとかついて、そうこだわってて可愛いな。ユニットメンバーっていろいろあるじゃないですか、はい、この3人ってなった時じゃあ好きな3人って最高って言われて、あ、そうなんや。ケイリンとか、あ、ケイリン懐かしい。ケイちゃんと私でケイリンやってる。ありがとうございます。嬉しい。じゃあいっぱい楽しんで帰ってください。アカリも会いに来ます。あ、ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。Bアイドルです。本当に全部カラコンも本当新しい、あの何でしたっけ、ポープルっぽいやつ。あ、ドルミドロップ。あ、それです。 ありがとう。嬉しいです。また出会えて嬉しい。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。多賀健二の衣装が好きという方に出会えたので、はいはい、どこが好きですか？今までと本当にガラッと、はい、そうですよね、あのカラーだったりとか、うん、あのこんなポップだったりとかが変わったじゃないですか、うんうん、もう初期からは知らないんですよ、うん、途中から知ったんですけど、うんうん、でもだいぶ古参ですよね。あ、まあ、ね、はい、なんですけど、これをの衣装であの PV とかを踊ってるのを見て、はい、もうなんかドビも抜かれた、私は息子しかいないので、うん、女の子それこそ娘みたいな感じなんですけど、うん、めっちゃ可愛いって思っちゃって、うん、大阪のね、あの主張のアメちゃんと言ってたりとか、うん、もうそれなので、そうもう関西人にはもうドキモを抜かれたというか、もう大好き、ね、ここもちょっと大阪カラーですよね。そう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 、嬉しい、ありがとうございます。何で NMB は好きになってくれたの？もともとはAKB から始まって、うん、NMB が近くにできたって言って、うん、握手会も知らなかったんですけど、うん、息子の友達が NMB に行くって言って、うん、アイドルさんと会う機会なんてないじゃないですか、うん、しかもこんなあのおばちゃんだし、もうそれこそあかりんなんかもすごく優しくしてくれるし、あかりん来た途端にその何女の子の可愛い系女子が増えたじゃないですか、そうです、ね、握手会にこの子たちこんなにそのみんなに会うためにおしゃれしてきてるっていうだけでもウキウキするじゃないですか。嬉しい。そういう楽しみ方もあるね。そうなんです。ありがとうございます。もう長く応援してあげてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。皆さんのめちゃくちゃありがとうございました。撮影終わります。ありがとうございました。楽しんで帰ってください。ということで衣装回ってまいりましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。本当に、まあ、今 NMB13 年、14年目に入ったんだけど、これだけたくさんの衣装を毎回作ってくださって、でも見てもらったばかりに本当にもう愛の塊というか、 NMB を好きじゃないと本当に心の底からもう人生かけてるものですないとできない衣装が本当にたくさんあって、私たちも私は10年だけど駆け抜けてきて、衣装があったから本当に頑張れた部分もあるし、アイドルになって何が一番良かったかなってやったら本当にいっぱいある。ステージに立ったこととかいっぱいあるけど、メンバー全員一致で言えるのがこんな可愛い衣装が着れたからっていうのは本当にあると思うので、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思いまして、ちょっと衣装展は終わっちゃったんですけれども、はい、こちらNMB の衣装図鑑っていうのが現在発売中でございます。ここにない衣装とかも載ってたりとか、全部こだわりが書かれてたり、いろんなメンバーのエピソードが詰まってたりとか、あとはメンバーの対談があって、私とミルの対談とチャーネーとモモカの対談が載ってたりとか、結構豪華な一冊になってるので、よかったら見てください。いろんな歴史が詰まってるので宣伝していただいて、いやいや、はい、ぜひ。ということで今日は NMB の衣装展にお邪魔
邪魔しました。マリさんでした。ありがとうございました。なぎさでした、はい、ちょっと帰っちゃったけど、はい、ありがとうございました。皆さんぜひ衣装についてのコメントとか今日もお待ちしてます。